扉から出るたびに15秒かな。ドグルの兵士。あ、時間止まってます。あのドグルの兵士がいた。カラフィアの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 毒は発生中、色のない靴で通ること。色のない靴、色のない靴でくれば15秒以上入れるってことかな。ああ、で、あの上歩けるってことね。多分この瓶を。おん？それずっとあったやつ。拾う？拾えんのか、そいつ。もう1個もらう。2個目ゲット。2個目。絶対ちゃう。絶対ちゃう。絶対ちゃうな。絶対ちゃうわ。奥はそっちじゃなくて。これそれじゃなくて、それじゃなくて、ああ、この上、上の、そうそうそう、あのなんか無限あの落下辺、あ、生きる、あ、生きるなってる、右、生きるなってるわ、それが出たから、ちょ一旦読むね、水は頭蓋骨が封印している、え？そういうことではない、水、やばい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 、あ、水がねえと進めないってこと。うわ。なんこれ。なにこれ。やばそう。ああ。あ、正面、右、左。正面、右、左。どの順番よ、これ。だから、これを、わかった。これを正面。ん？置いていくんじゃない？ああ、なるほどね。ああ。正面、右、左、正面、正面右。左右か右だね左じゃない正面あ違う正面左右か正面右左じゃないあれ左右だっけ正面左右多分こっちから見たら正面左右なんじゃないああそういうことか最後1個足りないよな確かに足りないねなんか水なんとか水は頭蓋骨だああ押してみたらあるかな頭蓋骨ウェブしかないか、ね、行くなら。あれ、何もできない。ああ。こん中靴もねえな。どこに頭蓋骨があるのか、照明となるものがあるのか。15秒待ってみる。ああ、まあ、死ぬだろうけど。あり。ああ、入ってるんかーい。まあ、じゃあいいか。じゃあいいか。じゃあいいか。じゃあ死ぬことある。死んだら、こいつが頭蓋骨だもんな。それはほんまにそう。確かに。正面、左、右、正面。正面。はい。これで水が、うん、水が溜まるのかな、そこに。あー。で、瓶に水入れるのか。なるほどね。瓶あったっけ？あるある。あ、壺ね。進っていくやん。体が間に合わなかったんだ。なんか逃げれなそうじゃね？そこのさ、そこに行かない。そうそう、右に。え、右多分帰れないんじゃない？壺のとこに。そうそう、壺のとこに行くんじゃねっていう。ああ、確かに。そうだね。あ、やば、ね、レバー下げてない。あ、そう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 。そこが割れたから、そこに隠れるんだね。あ、本当？いや、行くのマスでした、右まで。取りすぎのマス。絶対ね、右ね、入れなくて死ぬ。確かに。隠れる場所あるな。そのためのあれか。そこに行くと、え、行けないじゃん。行けなかった。話しかけないとダメかな、一回。ああ、一回右も行ってみる？いや、僕悪押しだな。悪ことある？できる？時間止まんの？多分話しかけたらできるんちゃう？普通に右行くのか、じゃあ。水溜まる。話しかけれなかったら右行くか。OK。そんな余裕あるかな。あ、無理です。無理だ。だから右行く。ああ、いけた。普通に右なんか。一周しなきゃ、これ。一周して、ああ。もう一回入って、そっか。ああいうパターン、山たいだら OK なはずなのに。ね、ここに来て。じゃあ、今までの幽霊、ちゃんと引き返してくれてたんだよ。なんでやねん。右とか左、間違った場所に置いたらどうなるか気になるけど。ああ。何も起こんないんじゃないかな、でも。何も起こんないか。来た。え？早すぎる。あまりにも早い。あまりにも早すぎて。あの出てきてないんだ。あまりにも早い。あまりにも早すぎて。うわ、来た。一周して。
うわ、早こいつ、足。さすがに追ってこないと思うんだけどな、これ。怖っ、追ってくんの、どこ行く？あ、もう大丈夫。もう来ないわ。うわ、動いた。とりあえずもうここまで行っちゃって。あ、怖っ。ここなんか安心できるな。で、水を取りに行く。いいんじゃない、そうね。はい。こにゃん。これで吸えるよ。水の質感いいな、なんか。確かに。え？あれ？あれ？違うの？あ。あ。え？え？そっち？そっち？そっち？お前じゃないよ。発光する瓶持って。逆に今よく発光する瓶持って。いや、鼻食わせようかな、思って思って。鼻食わせようかなって言ったら、瓶が食ったな。雨じゃなくて、水んでいいんですね。メロっぽ。ここにうわ、やだ。ね、まあ一旦ここで来たらわからんて覗けていく、ね、基本覗くいてもね、あの何もないんで、はい、思ったじゃん。うわーうわーうーわ帰れるこれ、早いなあの人攻略なんか動いててましたけどあ他のプレイヤーもいいんだこれ、他のプレイヤーあ、そうだ。それ持っていったら死ぬってことだよね、多分。何それ。だって血あるもん。ああ、確かに死ぬな。いや、一旦他のプレイヤーが死んでるよ。困ったらね。他のプレイヤーが死んでる血だあれ。一回。うわー。え、どっちに入った？多分その女の子を見つけるんじゃないこれ。隠れんぼしてんのこれ。隠れんぼ。演技はすぎだろ、隠れんぼ。お誰も言ってない。カモに隠れんだよ。重たくて分かんない。ああ。じゃああれ開ける？もう血まみれのなんかいかにも死にますよって感じの。それしかないの？まあ、死ぬな。死ぬねこれ。これ死ぬよ。翡翠のパイプ。イプ死ぬ？おい。死なんだ。死なないんだ。翡翠のパイプ。あ、パイプをあの男の人にあげる。重たくて持ち上がらない。カモケ。分かんないけど。カモケこじ開けもあんじゃんある。え？うん、降りてね。出ちゃったね、出ちゃった。あ、どういう、怖い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 。怖いです。やめてください。怖いよ、怖いよ。こっち行ってないです。話しかけれなかった。どっちも行ってないっけ？今は全部行ったかな。もうどこの部屋出すか？え？どこ？無限？無限？え？どこ？え？え？あ！え？これえお使いの端末は正常これ正常正常もう取れんの？ずっと上キーを押してたらなんか変えたわ。取れんだ。あ、ピン壊れたよ。いいのこいつ。あれ？あれ？お。パイプ。パイプ。で？いいの？投げる。これは俺のだ、俺のネットにしてる。奥に消えてった、奥あんのかよ、隣が。ええ怖っ、一旦セーブしに行って怖いよこっち、誰かいる？いない。怖え。行きますよ、行きますよ、行きますよ。まあ多分誰もいないんだろうな。もうブーツあるかな。確かにブーツだ。終わる。来た、ブーツ。おっと。赤いキツ？あれ、色ついてるよ。ね、血を流せ。あ、水で。え？あ、そういうことか。まあ、なんか。あ、別プレイヤーだ。別プレイヤーいるわ。ちょっと危ないけど。おぉ、洗える。色がなくなるんだよね。ああ。血多すぎー。こんな血あった。お前いつも動いて、うわでっけお前なんでそっちいいんだよ。どうすんまそれ。でも今一瞬すぎてさ、うわ一瞬すぎだろこれマジで。一瞬だね、マジで。来ないんかい。来ないんかい。それって右でもよかったんか。いや、それだけじゃないか。あ、怖すぎだろ今。絶対避けらんなくね。あれ知ってても怖いやん。
ガラスの靴履けないですけど。あれ？履けない？時間を進む、ね。履いてる？毒発生中、疲労のない靴で通ること。靴で通ることだけ？あ、履いてるじゃん。あ、履いてるわ。自動で通るんだ。やばいよ、時間。だからいた。全然。時間ない、時間ない、時間ない。普通に死にますけど。全然。危ない。危ない。危ない。あ、ダメなんだ。ここもちょっと時間進んだね。どこ全力ダッシュ行けんのかこれ。上じゃない上。走ってるこれ。走ってる。走れない。まあまあ行くしかない、ね。右行ってもしょうがないもん、ね。しょうがない感じ。ああ、これかな。ああ。でも一応使い。ああ、私の。右なんだったんだ。多分なんか行かせるだけ行かせるやつ。ああ。まあもう本当に行く必要なかったっぽいね。戻れないし。なんか終盤感あるな。彼女は殺さない。僕のことだね。だって彼女は私をこの病気から救ってくれるから。私は彼女と友達になることにした。友達。おお。いるね、友達。勇者じゃないな。もう躊躇ないよね。行くの早いな。これ。わかった。紫の人形？人形だ。ああ、危ない。ああ、大きいけど、これ。いや、戻れなくね、これ。うわ、どうなってるこれ。さっきも戻ったしね、これ。あれ？あ、いけるようになってるわ。いけんだ。ああ。ここ走れんだね。走れ。透明な靴壊れた。逆にあっちの右行けたんじゃない？もう今。で、戻るんだね、あそこ。うわぁ。でもちょっと。まあ、いっか。ここだ。まあ、これやな。体がない。ああ。人形の体。じゃあ、ちょっとあっち行く。体探しか。まあ、これ右しかないですよね。ここ行きたくねえな、確かに。ここ行くしかないな。右だね。あった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 。あったあったあった。回るね。シンプル。え？指なし人形。うわぁ、これシンプル。もうこれだけだ。音がキモい。うわぁ、これセーブして。てか、この後どこ行くの？最上階もできて、あと戻る。戻ってるけど。もう帰るんじゃない？脱出でしょ、もう。でも、まだまだ、プレイ時間的にまだ3分の1とかじゃないの？今、1時間半ぐらいですね。3分の1も行ってないか。え、そんなことないか。ワンチャンあるか、そろそろ。そろそろクライマックスか。おぉ。そこ。いや、クライマックスっぽいぞ。一旦、テーブル。なかなか慎重です。おっ、ね。君がうまくここから逃げられようが、この家に食われようが構わないんだけど、どちらかというと、ね。どっちや。君に逃げてもらいたいなと思ってるんだよ。なんかもね。まあ、死なないでいいよ。いいよ。お前が入ればって言ったけどね。ちなみに。ちなみにだけど。確かに。え？本当に？さっき本当にってやったのどうだったっけな。死んだよな。死んだっけ？余計ゲーするや。本当にとか聞かれなくて。うわ。うわ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 。うわ。あ、書いてある。私の部屋までおいで。うわー、ついに。え？あ、消えた。え？あ。え？もっと最上階がある。ん？あ、綺麗。ね、いるやん。あ、ってる。猫死んでる？あ、死んでる。え、踏んじゃった。踏んだな。踏んじゃってる。まあ、踏んだな。ドア行くなら踏むしかない。きちゃー。うわー。外で見てる。うわー、怖くってことないだろうな。うわー。なんだこれ。血まみれのベッド。きゃー。まあ、これ読むか。これを見るか。あ、魔女の日記かな。はい。私は病気で死ぬ。そんな派手な病気なの？派手に死ぬ病気。だから、彼女の体をもらうことにした？うわ。乗っ取られる。彼女の体で生きることにした。いや、無理だけど。いいよね。いや、無理だけど。だって私たち、友達だから。友達。体苦しいよね。友達にはそんな。え？今日も？だから今日も遊びに来てくれたでしょ？ねえ、ピオラちゃん、うわ来るぞこれ。これ HP 持ってくる。これ HP 使うとき来るんじゃないこれ。え、うわー、ないな。いつものブルークだ。え、なになに、なんでセーブした？どこでセーブした今？
どこでセーブしたの？おお、分かんないけど。うわ、うわ、怖い。怖い。早い早い早い。間違えた間違えた間違えた。違う違う。うわ。終わるかこれもう。めちゃくちゃ出れるよねもう。出れんじゃない？出れるよねこれね。この感じで。道わかんないよ。上行って変えた左行って下行ってそのまますぐ左。え？だだだだ。で、ああこれ下かなすぎ。うわ邪魔してくるな。上。右って下、出れる出れ出れる出れた出れたんあーおー逃げろ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 ちょい、読むこっちよりかな、こっちよりなくしていたあ、こっちビオラへ、昨日はどうなって悪かった誰だろうあ森の奥には魔女が住んでいて迷い込んだ子供をさらうって昔から言われていてなその友達の家が森の近くだって言うから心配になったんだよあーその友達エレンちゃんだっけその子の家に家に遊びに行くのは構わないがなるほどねあーちゃんねじゃああの子の家が結局その魔女の家だったああれどうするこれ小瓶だそのままそうだ、あそこ取った小瓶、これなんだ。え？どういうことなんだろう。結局、脱出できるようにしてくれたってこと？エレンちゃんが。ああ、どうなんだろうね、それは分からないな。もう帰れるのかな、これは。あ、あれそう。あれだ、漁師。漁師だっけ、あれ。漁師じゃなくて。犬と漁師のやつ。そうそうそうあ、お父さん、お父さんやお父さんか。こいつ殺さない、殺してこない、大丈夫。拳銃持ってるけど、拳銃じゃないわ。イカスイ銃持ってるけど。お前の帰りがあんまり遅いから心配してたんだよ。うん。とにかく無事でよかった。雨も降ってきたし、早く家へ帰ろう。バキューン。バキューン、え？おっと？来る？バキューンか？来てる、来てる、来てる、来てる。どこまで来るんだやばい、やばい、やばい。なんだいや、なんだもう何も。なんで横に並んでんのギガ、あっけ。いやー。逃げろ、逃げろ、逃げろ。絶対銃効かない、絶対銃効かない。絶対効かない。聞いた、聞いたな。いや、でもそのまま来るよ、多分。顔のない少女つって。いや、来る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 って。顔もない少女。逃げろ、逃げろ、逃げろ。逃げ、え来ない。あ、来ないわ。撃って殺したー。でも実体のない少女来るかもしれない最強かよこれでいいよやクリアかなすがにねどうなんすかどうもクリアかな、まあ、クリアですかねなんかエンド分岐あんのかなああどうなんすかあの少女もつけるあるねあるねあるありますねフルエンドじゃないとエキストラは出ないらしいんだけどああマジかありがとうございます制作者の方々なんか想像よりは早かったんじゃないっけもう結構テンポよくまんまいったね言っちゃなかったからな1時間半ぐらい来ましたでしょエンド？エンド？ああだからツルーじゃないよっていうあツルーじゃないのか、ね、っていう死ぬしかなくねツルーじゃな ないならクリアしなかったらツルーじゃないだけじゃねどうなんだろうねあまあ多分エキストラあるんでしょうね、まあ、今初めかなあないからやっぱり今初めかなかった違うエンドがツルーじゃないのこれじゃないっぽい、ね、じゃないんだよな、だもんな。ガチ見に行くそんなもんで。セーブからやるってこと続きからやるああ。やるか。ほほまあ逃げるだけもんね。こっからだ。よ、急にまたね、この緊張感。温度差、温度差。早い、温度差。1回まで行ってから。1回まで行って。1回まで行ってから。もう1回だよね。だからそこから出て、ね、そこから出て、あ、出ないんです、そこ。ここから出て、こっち行って。右かな右その右だ。右。で、右で。こう行って。あれあ一周するか違うな、この部屋じゃなかった。上だっけあれ、テディペでも上じゃん。あ、それがそこかそれか。あ、確かに、ここ。あ、ここなんか。なんか確かに。エレンズナイフは手に入れたけど。それで逃げるだけ。それでもトゥルエントになります。あ、今、テディベアマークだね、これ。なんかあったっけ、最初。なんか。え、確かに確かに、そこなんか開いてなかったんだよね。あ、じゃあずっと覚えてたら。うん、覚えてたら。本当に慣れてる人だったらいけた可能性があると思う。ずっと気にかけてたら、まあ、最後の最後に、ね。行くんだろうなっていう察しがつく人もいるかもしれないね。なんか変わるのかなこの後。確かに気になる。変わるんじゃない。最初のあそこを調べた時なんかね、このナイフがいない。え、いない？いや、この後じゃない。このナイフで変わってるね。変わるのかな。
嘘。ナイフで刺すのかな、うん、もう親父いないもん、ここで。親父いない、親父死んだ。確かにいないな。しつこいな。冷静かよ。いつまで追いかけてくるの？もうすぐその体は死んじゃうのに。強いな。ガウギエ。返して。やだよ。この体、どこも痛くないんだもん。おっと？一度は私にくれた体じゃない。あ、もう、え？もう、入れ替わった後ってこと？やられちゃったってことが。誰であげたプレイヤー？え、待って待って待って、俺らじゃねえ、僕はエレンってことでしょ、これ。元？僕の中身はエレンってこと？エレンってことかな。ああ、マジか。おお。え、うわ、交換したんだ。やば。で、取り返した体でもう一回入って煽りに行ったってことね。え、えぐ、えぐいな。あ、取られたから帰れなくされたんだ、エレンの体に入ったビオラに。そういうことかな。うわ、えぐ、うん、だからああやっぱそういうことか。一日だけ、ふふ、そんな約束したかな。ええぐ、えぐ、ああやっぱそうなんだ、私の力で私のこと閉じ込めちゃったのよ、うん、ああだって私の家だよ、私が殺されるわけないじゃない。何回死んでんだよ。めちゃくちゃ死んだけどね。めちゃくちゃ死んだけどね、確かに。あの家はずっと私を案内してくれて、あ、だから猫助けてくれたの。あ、なるほど。だからあの猫は、そうだ、そういうことだね。確かにさっきよりしぶといな。うん。確かにお父さん、見てない、見たいのか。リオルちゃんの記憶が体に残ってるんだ。優しそうな人だよね。お仕事は漁師さんかな。わざわざお手紙までくれて、いいお父さんだね。うわ、ひどい話。さっきはお父さん見れてまだ良かったんだけど、もう今見れない。確かに。会えないってことね。大丈夫。私がリオルちゃんの分まで愛してあげるよ。うわ。うわ。あ、来た来た来た。違うんだよな。修羅場だよ。違うんだよな。ビオラなんだな。無事か。どこも怪我してないか。こっから。なんだ、どうし。うわー、やばい。父親は気づくことができるのか。いや、無理だ。あ、今一応喋ってる。撃つのか。撃つのかな。だずけて。ああ。うわトゥルー、うわうわトゥルーエンドへ、エグトゥルーが、トゥルーがバッドすぎる。まあ、でもさっきも別に同じなんだけどね。まあ確かに同じだな。うん、真実が知ってしまった、トゥルー。そういうことだね。ああ笑っとる、笑っとるなエンド、ねエンドはエンドちゃうねー、バッドエンドやバッドや、まあアットエンドだったってことなんだよね。だった、だったことがトゥルーだったっていうことが分かった。エンドがトゥルーだっただけね。なるほどね。うわ、おもろかったな。終わりだ。これは見ないと終わらねえわ。確かに、ね。よかったやっといて。確かに見といてよかったねこれは。ああ。あ。何？あ、猫出てきた。再生する？あ、消えた。連れてったってことかな。あ、猫も消えた。まあ、猫も死んでるからな。うん。あ、はい、なるほど ね、 でね、以上魔女の家でしたね。でした。おもろかったですね、まあ、おもろかったです。多分ブルークじゃなかったらさ、 もっと時間かかったね。俺だったらそんなポンパいかないから慎重に行くからね。マジで1時間半で終わったな。ブルークで勝手になりそう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。 Twitter には最新情報が盛りだくさん、メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。